15年前、悪界に飛び込んだモンゴルの少年。大横綱へと成長し、偉大な記録を成し遂げました。この横綱も超えることのできなかった大鵬の32回の優勝。44年の時を経て、その歴史を塗り替えたのです。白鵬優勝33回目。ついにたどり着いた遥かなる高み。白鵬は今何を思うのか。新しい歴史が作られました。33回目の優勝を果たした横綱白鵬関にお越しいただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。そして横綱に鋭く迫るのはもちろんこの方。まずはおめでとう。この後鋭く迫る。よろしくお願いします。今日まず最初にお伺いしたいのは、優勝インタビューでのこの言葉、はい、どうだろう、聞いていただきましょう。まあ、優勝して2日間いろいろ考えましたが、もう目標なくて引退なのかなといろいろ考えまして、まあこれからゆっくり遊んで目標を立てて頑張っていきたいなと思います。という言葉に、まあ、驚きがある。そうです、あの去年の名古屋場所の優勝30回乗せたじゃないですか。もうあの時も30回優勝すればあの2人と肩並ぶと、その時の硬さあったんですね。本場所もこう前半その硬さがあったんですよ。でこれもしこのまま、まあ白星でね優勝すればその目標も達成して何もないんじゃなかった、もう場所中思ったりして、あと13日目優勝決まった後に、まあ、2日間考える時間あったんですけど、まああと、まあ、優勝回数も重なるだろうけど引退しかないのかなと。なんか、いや見つけてきたよ横綱、横綱の身近な目標、はい、横綱まだ優勝支配31回しか抱いてないよね。大鵬さん32回抱いてるけど、あそう、技量審査場所と不祥事があった時のその前の秋、ええ、支配抱いてない名古屋か、だからその目標があるじゃん。ありがとうございます。とりあえず今場所でもまあ確かに前半バタバタちょっとしてましたが、途中からね非常に波に乗ってきて、両陛下が4年ぶりに見えてから、ね、あの相撲から良くなってきましたね。そう、急にエンジンがかかったかな。そうなんですよ、はい、実はねここのところまあ汗を拭くのが足りないとか、懸賞金の受け取り方がどうだとか、いろいろダメ押しがどうとかってあったじゃない、はい、今場所すごくそれに注意して相撲を取ってるように我が輩は思ったのよ。まあ、そういうことにあれもこれも、ね、言われてますからね、でしっかり認識してやってましたけど、そうでしょ、はい、だからダメ押しなんか一つもなかったけれども、はい、その代わり土俵際攻めてるのに際どい相撲がいくつかあったじゃない。ありましたね。あれはやっぱりダメ押しをちょっと意識したから最後の詰めがっていう感じだったのかな。まあ、ね、やってる途中はそういうことを考えてないですけどね、まあたまたまなんですかね。たまたま、でもやっぱりダメ押しはしないようにしようとは思ってたわけですかね。まあその時によりますからね、あんまりそのダメ押ししてやろうとかそういうの、まあ、ダメ押しするぐらい気持ちいいっていうね、まあ、だからあの土俵の上で先輩を張るぐらい気持ちで頑張れとね、昔からその教えもあったり、まあ、そんな気持ちですからね、まあ、でも日本さんになった人しかわからないと思うわけでね、まあ、全勝でしたよ、見事な久しぶり10場所ぶり、先週優勝こんな難しかったんだね。何が一番難しかった？いやだから先場所も多分これから今後の優勝は1敗2敗の優勝は増えるだろうな、もうそこから年明けてすぐ全勝っていうのは ね夢にも思わなかったですね。優勝が決まっても、まあ、優勝が早々と決まってしまったっていうのもあるんでしょうけど、
こうなったらやっぱり最初で腹を据えようってちょっとまた気合に入り直したりしたんでしょうか、ありましたね、考える時間もたっぷりありましたし、はい、今日なんかね千秋楽も非常に慎重な相撲で、ちょうどこう回しが伸びたんですよね、だからちょっと締め切れない切れなくて、もたもたしましたね、頭までつけに行くところがすごいってね、みんな言ってましたよ、ね、これですね、解説の親方氏が発表会に、気持ちが伝わってきました、じゃあその33回の奇跡ですか、そうです、ではここで横綱の優勝33回の歩みを振り返ってみましょう、